おはよう前橋から。皆さんおはようございます。12月30日水曜日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから、元気にお送りしてまいります。本日の担当は私磯日彩香と、おはようございます目崎のぞみです。やっほーい、今日はよろしくお願いします。お願いします。目崎のぞみさんとお送りしてまいります。のんちゃん、今日は女子からですね。そうですね。私今年こっち側に座ったこと多分なかったんで、確かに今年はないだろうなって思ってたんですけど、はいはい、年の瀬に来るとは、最後の最後で。そう。今日はいつも私あーちゃんのね代わりにいつもやってくださってるんですけど、水曜日の色男佐藤さんがお餅を作るのにもう大忙しなんですよ今この時期は。なので今日は代打でのんちゃんが来てくれました。よろしくお願いします。お願いします。昨日放送内では言わなかったので。あ、そうなんですか。そうなので、いきなりうわーのんちゃんだっていつもさ、ほら、さとしさんは誰のモノマネするかなって思いながら聞き始めるから、か今日はきっとモノマネとかの予想されている人いたら本当ごめんなさい。なんか急になんか誰のモノマネだろうみたいな、声高いしみたいな、確かに人違うしみたいな。確かにさとしさんそっちになってきたかって思う。そうそう。でもどうですかのんちゃん、この最後、今年2日前ですけども。そうなんだよね、うん、気づいたら12月30日で。そうですね、あっという間にね、1月1日が来ちゃうじゃないか。来ちゃいますね、はい、でも今年は、うん、あれいつだっけな、あーちゃんと女子からやったのいつだっけな、ちょっと全然思い出せなくて、はいはい、確かに。だから本当いつぶりだろうと思って。でもバレンタインデーらへんでしたっけ。え、そんな前だった。だからすごい恋愛トークしてましたよね。あ、そっか、じゃあやってるのかな。しかも長袖着てませんでしたっけ。でもやっぱ1年ぐらい経ってるのかな。経ってます、経ってます。だから本当今年はこちら側の席がちょっとなんか変な感じ、うん、あ、そうですよね。だって番組の冒頭がいっぱいあるし、確かに色紙とかあるし、いろんなパイプ、席座る。それだけでもちょっとなんか新鮮です。確かに、うん、でも今日はまあ女子2人ということなので、はい、で女子らしく女子トークを盛り上げていきたいなと思いますが、はい、さあ今日のメールのテーマはどうしますか。今日のメールのテーマは、はい、褒めて。褒めてほしいですね。褒めてほしい。褒めて。皆さんからどういったメールいただきたいですか。そうね、やっぱり今年1年、うん、すごくね、やっぱり感染症のこととか、そうですね、なんか、まあ、やっぱり暗いニュースがすごく多かったけど、うんうん、でも普通に私たちはこう生活をしていたじゃないですか。そうですよね、普通って言ったらあれだけど、うんうんうん、でもこの1年を振り返ってみて、うん、なんか自分でこんなこと頑張ったなっていうのを、うん、もうあえてこう言ってほしいんです。なるほど。でこの番組はどんなことでも受け入れるので、うん、もう褒めてほしいこと、小さいことでも大きいことでも、うん、どんなことでもいいので、うん、もう褒めますから。そうですね。そう、例えばリスナーの太っちょさんがやっと1年越しに便座を変えたらしいんですよ。割れた便座を。そういったちょっとしたことでもいいですよね。そう、ちょっとしたことでもいい。なるほど。ぜひ皆さん今日は褒めてでメール送ってください、はい、その他にも違う話題のメールでも全然 OK です。全然 OK ですよね。聞いてほしいことでもいいです。私たち2人が聞かせていただきたいと思うので、ぜひ送ってください。質問や問題なんかもお待ちしております。はい、それでは時刻は7時29分を回ります。せーの、いってらっしゃい。あ、揃った。時刻は7時37分です。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は82件です。また昨日の救急出動件数は42件で、今年1月から昨日までの合計は15,639 件です。消防局では
歳末消防特別警戒を実施しています。年末の慌ただしい時期は火の始末に対する警戒心が薄れがちになります。火の取り扱いにはいつも以上に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。7時38分です。おはよう前橋からお送りしております。さあ、この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。はい、今日はですね、こちらに行きたいと思います。はい、まず一つ目はアクウェル前橋がオープンということで。しましたね。しました。先週ね、クリスマスの12月25日にオープンしましたが、はいはい、アクウェル前橋といえば、まあのんちゃんでしょ。なんで記者会見みたいなの言ってましたよね。あ、そうですね、うん、このアクエル前橋、まあ、駅前に新しくオープンして、はいはい、実はその前日の24日に、うん、はいはい、さ、ちゃんとね、オープニングこうセレモニーを予定してたんですけど、ちょうど警戒度が4に上がった後だったんで、はいはい、ちょっと急遽取りやめになってしまったんで、うん、結構ね、こう静かなオープンになっちゃったんですよね。はいはいはい、でも新聞とかにはね、大々的に広告も入ってたので、はい、多分知ってる人は多いと思うんですけど、うん、ね、ショップ見ると、ね、結構みんな湧いたと思いますよ。湧きました。ツタヤ入ってるんだ。来てやーって感じ。あとね、こうプロント、プロント、そう、プロントなんかね、もう東京で迷ったらここ行くみたいな、はいはい、私の中では位置づけなんですよ。そうなんですね。ここね、カフェ&バープロントなんですけど、はいはい、ここあの東京にね、結構ある、うん、私はもう本当東京に行ったらここに行くみたいな感じなんですけど、はいはい、これが入ったり、うん、もちろんカラオケ、招き猫が入ってます。入ってますね。うん、またね、グランバン前橋っていう、うん、そう、ワイン&日本酒の専門店、ここ中沢酒店っていう高崎市にあるお店の2号店としてオープンして、お酒も楽しめるし、うん、本が読みたい方は読めるし、はいはい、カフェが入りたい方はあるカフェがあるし、歌いたい方は歌えるしでもそれとはまたもう2つあって、はいはい、地下1階に、まあ、地下1階といえばね、私の時代は、はい、もうあのイトーヨーカドーとかが出た出たあって、はいはい、ここはね、食べるとこだったんですよ。そう、飲食スペースが、はいはい、なんと最新テクノロジーの遊び場に変わって、ここにのんちゃんはそのオープンした時に行ってきたんですよね。そう、そう、オープンはね、ここの2施設が、うんうん、あの縁日バイワンバイテンっていうところと、はい、あと波動アリーナっていう2つのアトラクションがあるんですけど、はい、これのオープニングが、結構オープンがね、ちょっと前倒しだったんですよね。だからプレオープンでちょっと行かせてもらって、うん、あ、こんな施設が前橋にできるのね、みたいな。すごいですよね。もう本当一言で言うと、2つとも最新のテクノロジー。うん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 、で、波動っていうのが、要はその、なんだろう、自分でゴーグルをね、かけて、はいはい、そのゴーグルの中で見える世界で、相手にエナジーボールっていうボールを投げて、うん、戦うっていう VR みたいなとはちょっと違うんですよね。でもね、なんだっけな、ちょっと待ってくださいね。でもこういうメガネみたいなつけて、そうなん、あの、ね、AR なんです。これ VR ではなくて、そうなんです。はあ、じゃあこれ大人から子供までみんながそうそう、だからね、力があるとかないとか全然関係なくて、本当テクニックと、はいはい、こう3人で戦うチーム戦もあって、面白い。本当ね、あの、頭を使うんです。なので体力の差は関係ないので、はいはい、子供から大人まで遊べる、はい、体を動かすのが波動、うん、そして縁日は、うん、もうとにかくね、こうあーちゃんみたいに、もうバイル写真撮りたいっていう人がもうね、ほんとぴったりの施設です、ここ。そんなにそう、私バイル写真撮りたいみたいなイメージなんですね。いや、もうね、撮ってほしいのよ。本当ですか？あーちゃんに撮ってほしいの。ほんとに、うん、まあ、エンターテインメント施設なんですけど、はいはい、でもこの縁日って、ね、昔からある、うん、
なんて言ったらいいの、その子供から、はい、おじいちゃんおばあちゃんまでが、うん、こう楽しめるようなそういうのをコンセプトにしているので、はいはい、すごいね、本当に、うん、最新の技術を使ってるんですけど、うん、もう子供からおじいちゃんおばあちゃんまでが楽しめるような施設、もう本当に神様がそこに集っていて、そこにこうもうお参りしてるような、はい、気分になれるんですか。すごい、飲食だったのが、そう本当だよ、もうポッポっていうね、はい、ところだったの。ハト、そうポッポっていう、はい、なんだろうあれは、こう食べるイートインスペースがあって、あ、そう、そこがね、まさかになってるんだ。待って、もうそっちに感動。あの10代だったのんちゃんはそうそう、あの時は考えつかなかった、こんな風に変わると思わなくって、でも結局ね、すごく楽しい施設にもう本当ガラッと変わってます、変わったので、はいはい、嬉しかったですね。すごいよ、だって本もさっき読めるって言ってたでしょ、うん、はい、でそうやってカフェもあり、そうワインとかお酒も手に入れられて、歌うこともでき、そう歌うこともできる、体も動かすことができる、そうなの、なんかもうどのジャンルの人も集まりそうですね。そう集まれます。しかもね、大体もう皆さん、うんうん、もう9時とか10時ぐらいまで、はいはい、ね、お仕事終わりになんかしたいなって思っても、はい、なかなかできないやって思っていても、うん、ここの施設ちゃんと10時とかね、11時、1時とかまでやってるので、うん、本当だ、仕事終わりにどうぞっていうのがコンセプトの一つでもあるみたいな。最高、うん、仕事終わりちょっと一人になりたい時ありますもん、家に帰る前に。どうした？ごめんなさい、そういうわけじゃないんです。私結構そういうタイプなんですよ。なんかこうちょっと一人になりたい時があるのでそうだね、ちょっとちょくちょく通いましょう、うん、ちょっと通って、ね、でも山本市長とか、うん、結構ね他の人とかがこう、はい、行ったよっていうのを結構こう動画とか写真とかでアップしてて、はいはい、広い、確かにすごい広いと思って、うん、私もねちょっとまだ行けてないんですけど、はいはい、早くこのツタヤとかは早く見たいなと思ってます、ね、私プロントに行ってみたいな。本当ね、そうなんかね、やっぱり東京って行き慣れないから、そう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 、だってもう次に東京行けるの本当いつだろうって思いますよね、いうぐらい本当に行ってないから、うん、なんかむしろ来てくれてありがとうみたいな。確かにようこそ群馬へって感じですよね。お昼のね番組担当してる横山さんと二人で、はい、プロント会えるって、うん、喜びました。みんな知ってるんだなと思って、イタリア語で用意ができているの意味、という意味、はあ、くつろぎの場としてね、作られてるそうなので、うん、ぜひ皆さん、ね、ちょっと今警戒度が4なのでね、はい、なかなか足を運んでくださいっていうのがちょっと言いづらいことなんですけど、でもまあ対策を取った上で、はい、ね、何か用があるときは試していただけたらなと思います。はい、はい、それではこちらは今日はまずアクエル前橋グランドオープンのお知らせでした。のんちゃんありがとうございました。さあそしてもう一つ、あーちゃんから、はい、あるんですよね。ありますよ、今日新聞、新聞に、ジョーマ新聞に、何ページだこれ、15って書いてある、15ページに、開いてたら、あ、私がいるってねえ、すごい、思いました。赤木団に CG アイドル、そうなんですよ。これでも私も気になってて、ずっとホームページに、はいはい、バーチャルオーディションだから、そうそう、そう、オーディションしてますってなってて、でもほら前にもそういうの募集しますっていうのが、うん、ありましたね、載ってたのを覚えてるから、はいはい、いつどうなるんかなって思ってたら、はい、まさかの決定しましたという。そうなんですよ。皆さん情報新聞にイラストと、うん、あとこれさやきかな、さやきとあーちゃんが2人で載ってるので超かわいい。そうなんですよ、このね、あーバーチャルアイドルがかわいすぎてね本物のアイドルがねっていやもう猫耳みたいな感じ。そう、これ猫耳に見えるんですけど、うん、リボンなんですよ、うん、実は。あ、そうなんだ、リボン本当だ、つけてるんですよ、後ろにあるかな、そう、耳の後ろあたりにこうリボンの下のあれが見えてるのかな。そうなんですよ、なのでこういいリボンがちょっと猫耳っぽく見える。でショートカットの女の子なんですけど、うん、まず社長に新しいメンバーが増えるからって最初言われて、うん、あ、はい、わかりました、いつものことですねってみんなで力捨て頑張っていきますみたいな勝ち言ったら、めちゃくちゃ可愛いぞって言われて、うん、マジっすかと思って、でどんな子ですかって思って楽しみに見たら、バーチャルと思って
まあそっからがきっかけで、そのいろんなところにこうバーチャルアイドル募集をかけたんですよ。で今回選ばれたのが東日本デザイン&コンピューター専門学校、うん、前橋市の駒形にある学校なんですけど、はい、そこの2年生ハンドルネーム大月さんという方のね、性別とかあのちょっと言えないんですけど、うん、ハンドルネーム大月さんのデザインが選ばれました。いやすごい。あの目崎さんから見てどんな印象ですかね。えなんかね、うん、そう私もこれ着物なんか 和っぽい雰囲気あるねって思ったんだけど、はいはい、よく記事読んだら着物をアイドルの衣装らしく仕立てたって書いてあって、えめっちゃ可愛い。これ同じ衣装着ない？いやちょっと社長にちょっとこの子たちと同じ衣装着たらなんちゅうだろうって、うん、超可愛い。ね、でもちょっと押しましたよ、うん、社長、うん、この衣装お願いしますって言ったら、うん、まあ考えとくよって言ってましたけど社長の真似でも逆に私たちがちょっと着づらいなって、あまりにも可愛いし確かにちょっとね、ちょっと現実なの離れしてる部分もあるような雰囲気だもんね、この衣装の作りがね。なんかその群馬県の鶴をイメージしたデザインになっていまして、その日本の和、近代のバーチャルなんですけど、こう日本を忘れずね、こう和、昔ながらの和を、でプリーツ、スカートのプリーツが、あの横三枚が、あの市松模様っていうんですか、市松模様か、うんうん、になっていて、うん、そのなんていうんですかね、これ伝統的な模様じゃないですか、日本の、うん、であのオリンピックのパラリンピックのエンブレルのモチーフにもなってるんですね、うんうんうん、なので結構海外的な目的もあって、海外の人たちにも日本とかこの群馬を知ってもらいたいという意味もあって作ってもらってます、うん、すごい。だってもうほら、ちょっとすごいよ、このあーちゃんとさやきのこの最後のコメントが、はいはい、ライブパフォーマンスや発信力を生かし、はい、生かし、はい、海外進出できたら素晴らしい。ありがとうございます。でも最後に夢を膨らませてるって言ってるんでちゃんと夢ですもんね。でもね、でもすごい、どんな風になんか出てくるのか楽しみね、うん、結構ちゃんと群馬県のこの宣伝活動、群馬特使として私たちと一緒に群馬県の宣伝活動とか広報とかいろいろね、うん、一緒にやってって、バーチャルアイドルってこういうご当地ならではのことができるんだなっていうのをね、うん、また違ったもので見ていただきたいなっていうことで、今回は新しく CG アイドルが入りましたので。かわいい。これ名前つけるの？あ、名前がですね、今実は考えてまして。あ、すごいね。じゃあ名前が決まったらまた教えてください。はい、わかりました。以上、今日の群馬の話題のコーナーでした。ありがとうございました。7時50分です。ここからの時間はおはようすみやさんのコーナーです。今日はですね、昨日のメールのテーマをご紹介するコーナーとなっています。すみやさんからメールの方いただいてますのでご紹介します。おはようございます。今年嬉しかったこと、失敗談。午前中散歩と買い物をして帰った時は手洗いうがいを徹底しましたので、1年間風邪をひくことなく元気でいられたことが嬉しいです。よかったです。そしてお墓の皆様から楽しくて役に立つ声を聞いて勉強になった1年間ありがとうございました。今年は巣ごもり生活だったので失敗はないようです。すみやということで、あ、おかえりなさい。ただいま帰りました。あのちょっとこの時期鼻水がちょっと目指すの進めといてくださいちょっと鼻水が出てきましたけど、戻りました。もうお待たせしました。すみやさんから、はい、巣ごもりだったので特に大きな失敗はなかったそうです。お酒の失敗でしょうね。よかったです、すみやさん。すごい、奥様も安心してるでしょう。でも本当にインフルエンザなんていう言葉を全然聞かないし。ですよね、うん、なんかこの間ニュースで本当今の時期2000人3000人とかもガンガン行くって、うん、でも今年はまだね5、6人とか、うん、まあここから変わってると思うんですけど、すごいな。全然違いますね。でもね、ワクチンが全然なかったけどね、うん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 、インフルエンザワクチンは確かに、うん、なんかすごいみんななくて困ってたって、うん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 、そういうのは聞いてたので、うんうん、取り合いになっちゃったのかなって。あ、そうですよね、思ったけど、でもね、あんまり大きい、でも早く ねだって、海外の方からまた新たなウイルスがね、なんか収集とか言われちゃうとちょっともう怖いですよ ねなんかもうどうする、オリンピックとかもなんかこの子どうなっていくのかとか思っちゃいますもんね。また今年ね、オリンピックあったねって言って振り返る予定だった。そうそうそう一番の話題がね、オリンピックじゃなくてコロナになるっていうね、
ットですもんね、はい、でもね、すみやさんがお墓の皆様からね、うん、役に立つ声を聞けて勉強になって1年間なって言ってもらえたら、うん、他のリスナーの皆さんも嬉しいですもんね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。というわけで以上、おはようすみやさんのコーナーでした。では今日のメールのテーマお願いします。褒めて褒めてほしそうはい、今日は褒めてです。今年1年間いろいろあると思いますが、皆さん褒めてほしいこと、うん、小さなことでも何でも OK です。ぜひ送ってください、はい、それでは時刻は7時53分を回ります。また8時台でお会いしましょう。回ろうとしています。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と目崎のぞみです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、今日は色男さとしさんがお餅つきで忙しいということなのでね、今頑張ってると思いますので、今日はのんちゃんが代打で来てくれました。お願いします。さとしさん、餅つき頑張って。汗かいてるそうです。きっと汗かいてるよね。頑張ってます、皆さんにお餅を届けるためにのんちゃん今日は女子からということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は、はい、あれだね、夜レコ大がありますね。ありますね、レコード大賞、うん、今出てますよね。色一応入賞っていうか、その作品賞、優秀賞がいろいろと出てますけどね、うんうん、優秀作品賞ってのんちゃんなんかいくつか紹介できます、うん、エイトさんの香水。そうだもうこれはガパオライスって思ってた、ずっと私あの別に君を求めてないけど、あ、違う、ドルチェ&ガ、え、ガパオライスって初めドルチェ&ガパオライスって普通に思ってて、私ドルチェ&ガ、でも私もドルチェ&ガッパーナの香水っていう単語にたどり着くまでは、うん、ドルチェ&って言ってるからデザートとなんだろうって思ってたそうなんですよ、まさにドルチェとガッパーなんか なんて言ってるんだろうと思ってそうそう、そしたら、あ、ドルチェ&ガッパーナっていう香水があるわって気づいた時のその恥ずかしさそう、みんなこれ経験したことあるから恥ずかしかった。恥ずかしいですね。 そんなエイトさんの香水と、はい、あと純烈出ました、愛をください、 Don't you cry すごいですよね純烈さんね。あと去年あれだっけ、乃木坂46、うん、レコード大賞だったよね。あ、確かにそうだったですね。今年も選ばれてますよ、優秀作品賞。そうだね、 AKB48 も入ってるね、離れていてもっていう曲で入ってますね、うん、あとリサさん、ホムラね、つい炎って呼んじゃった。そう、私最初全く炎って呼んでてホムラですよっていうあの衝撃で、そう、ホムラ失礼いたしました。先ほどお送りしましたのはリサでホムラでしたあった、そんなこともありました。ありましたね。こ、まあいろいろ他にダパンプさんとかもありますけど、うん、どうです、どれが来ますとか思いますよ。いやー、もうベタだけどさ、うん、ホムラでしょですよね、やっぱリサさんですよね。もうあえての氷川きよしとか、あー、氷川きよしさん、うん、母が入ってますね。毎年さ、もう作品賞だった気がするよ、うんうん、氷川きよしさんって、うん、いつも入ってる、ね、でもね、まあ鬼滅が来てたからね。だってでも鬼滅も特別賞で受賞してるからね。そうなんですよね。だってもう特別賞って、はい、他ね、ウルさんとか NiziU、うん、とか入ってるんですよ、はいはい、松田聖子さんとか、ただ一つ鬼滅の刃っていうところで入ってるから、ね、もうえ、なんか、え、作品みたいな、なんかアーティストじゃない、作品みたいな私もめちゃくちゃこれはちょっと面白かったですね。どんな感じ取り上げられるんだろうっていうのはちょっと気になるかな、うん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 、確かに、うん、でも本当に今年はコロナか鬼滅かみたいなコロナか鬼滅かみたいな、なんかすごかったじゃないですか。だからほら今年の感じも、もう滅がいいっていう人もいたよね、うん、いましたね、うん、入ってた入ってた滅じゃなくて密だったけど、ちょっとそうそうそう、ちょっと行が違っただけだけどねでも私結構気になるのが、うん、特別栄養賞で嵐さんがもう受賞決定してますからね、うん、明日で活動が中止になるのか、嵐さんが。そう、ね、30かな、明後日か、うん、紅白は出ますよ。紅白出るから1月1日からなるのか、うん、でだけどその前にレコード大賞出演と初となりますけど出るみたいですね。ねー、怖
これがちょっと注目かなって思う。ちょっとさっきもね藤井さんがニュースで読んでましたけど、はいはい、ジャニーズのいろんなコンサートが年明け中止になっちゃったから別に行く予定はなかったけど、そうですね、やっぱりこうやっぱジャニーズもう自粛かって思ってたんだけどまあやっぱり何やっぱりね、はい、こうほらちゃんとこう嵐がさ、でも嵐も活動休止になっちゃうから、そうだね、こうなんか大丈夫かな、ジャニーズ好きとしてはね、のんちゃんね落ち込まないで、また帰ってくるからジャニーズは。そうだね、うん、いやジャニーズが行っちゃったわけじゃないから、嵐が休止するだけだからねいやだってジャニーズはさ大体年始はさやらないじゃん、大型の公演はね。そうね、ねえ、でもまあ今回はこう特別なものとかもあるということなのでね、ちょっと見どころがね、私たちの予想そして皆さんの予想は合ってるでしょうか、はい、ぜひねご覧ください、はい、さあそれでは今日のメールのテーマに移りましょう、はい、今日のテーマはこちらです。褒めて、褒めてほしいねお互い彼氏いないのでこう常に褒めてくれる人がそうなんです、まあ、いないという、褒められたら伸びるタイプです。そうなんですよね、まあ、基本そうなんですよもうなんか昔は厳しくされた方が伸びるタイプだと思ってたんですけど、うん、年を重ねにつれて褒められる方がやる気になりますよね。あ、じゃあもうもっと頑張るみたいな。わかるわかる、30なんで。そうなんですよ私たち。というわけで皆さんもこういった形で、まあ、褒めてほしいこと、うん、いろいろあると思います。ぜひ送ってください。ラジオネーム、ママちゃんです。ありがとうございます。ママちゃん、今年も1年ママ頑張りましたよと。誰も褒めてくれないから、あーちゃん、のんちゃん、褒めてと言っております。旦那さんはご飯を作っても褒めるどころか感想はなし、誕生日おめでとうも一言もなく、結婚記念日とクリスマスは何もなく終わりました。サプライズとか期待してたのに、慰めてと最後笑っておりますけどね褒めてっていうより慰めて、もうそこの領域まで来ております。いやもうね、ほんとママの皆さん全員に言いたいけど、はい、ほんとその日々ほんとにすごいと思います。ほんと自分の管理さえね、ちょっと危うい時があるので、ほんとに本当に人を育てていること自体が、うん、ほんとすごい、すごいですよね、うん、いやー、私も本当甥っ子が今ね、うん、2歳になる甥っ子がいるじゃないですか、うん、やっぱちょっと本当にたった10分見るだけでも大変で、おむつを変える時とかも、うん、もう手とかでこう暴れたりとかいや、こうやって自分育ててもらったんだなと思うとママってすごいですよね。でそんな中にそうやってね、うん、こうメールを、息子のこととかをこう本当毎日送ってくれるから、はい、時間がない中で本当にお墓に時間を割いてくれてありがとうと、うん、ママちゃん毎日送ってくれるから、うんうん、いや見てますよママちゃん。なんかお旦那に見てもらえなくてもね、私たちは見てるじゃないですか毎日ママちゃんのこと旦那に見てる、そう書いてあるけどそうだね、そう人数こっちの方が多いよっていう、うん、そうめちゃくちゃママのこと応援してる人たくさんいますよね。もうね、ママさんと、うん、この息子ちゃんのことはみんな知ってるから、そう息子ちゃんがどのぐらい成長してとかね、もうみんな知ってるね。でも旦那さんもね、本当にお仕事をね、うん、ね、頑張れて、で、うん、ママちゃんとね、息子ちゃんもね、こう、一緒に生活をしてるってこともありますけど ね、うん、ね、でも本当に1年間もお疲れ様でした。した私たちいつママになれますかねっていうぐらい人育てるって難しいですよね、絶対ね。いや尊敬だわ。メールどうぞ。はい、じゃあいきたいと思います。はい。富岡のアリオンです。お、アリオンさん、はい。今日のテーマ褒めて、うん、本年もあと2日で終わりますね。そうだね、目立った行動は自粛した我慢の年でした。はい、手前味噌ではありますがお計らへの投稿、うん、頑張ったと思いますので貢献できていたと感じられたら褒めて、褒めます。でもこれほら褒めてで文章作っていただいてますからね。あ、なるほどね、ここも素晴らしいです。素晴らしい、こだわりが、頑張ったと思います。そして今年最後の満月コールドムーンが今日なのですが、天気が怪しそうなので事前に画像を押さえておきました、うん、こちらも褒めてくれると嬉しいです。お気遣いありがとう。すごい綺麗な月の写真を送っていただきました。本当、ね、今日はそうかコールドムーンで、はい、群馬県はそうバッチリではないけどやや見えるみたいなところにちゃんと入ってましたから、うん、よかったね。でも天気がそっか、うん、心配ですけどね。でもまあ持つとは思いますけど、うん、どうなんでしょう。なんかね、年明けが寒いみたいだから、そうちょっとそれだけが
怖いね。明日グッと下がりますからね。そんなでもアリオンさん、毎日本当に投稿ありがとうございます。ありがとうございます。褒めてっていうかもうありがとう、本当感謝。あ、もうあなたたちがいるからお宝が成り立つっていうところですから、うん、本当にありがとうございま す。ラジオネームリオタンからいただいております。リオタン、おー、リオタン、お元気、中学生になったのかしら。そうです。年末なので久しぶりに送ってみましたと。まだ、ありがとう。今回のテーマは褒めてですよね。今年はコロナで吹奏楽もコンクールやコンサートが、中止になって7回ぐらいあった大会が一つになってしまいました。でもそのコンクールで銀賞がすごい取れたので良かったです。今年は中学生になったのでそれもそれで結構疲れた。まあこんなちょっと待ってください、笑っちゃった。こんなご時世だからね、こそのできることもできることもありますしね、うん、男友達とかとゲームしたり、うん、20人ぐるのあグループで電話したんですって20人ぐらいで。すごい。それはそれで楽しかったです、うん、大人。あーちゃん、のんちゃんもリモート〇〇やったことありますか。あ、リモート〇〇は、うん、のんちゃんやりましたね。私は結構。のんちゃん何やりましたか。あの、私実は今年の春頃にミュージカルをやろうと思ってたんですよ、うん、そっか、ずっとやってましたもんね。そうで、それが中止になっちゃうから、うんうん、みんなででも何か一曲歌歌おうって言って、はいはいはい、大人数で、うん、あのリモートつないだけど、うん、まあ合わないじゃない。確かに、時差で。確かに。でそれを分かっていながらあえて、うん、結構ね定期的にリモートをやる子がいるんですよ、友達、はいはいはい、その3人であえてずれてもいいから歌歌おうぜって言って、笑ったら負けねって言って真剣に高校生の時歌ってた歌をこう歌を急に歌うっていうことをずっとやってて、も絶対合わないからもうなんか自分がオンチなのかなみたいな。リオタンは銀賞だけど、うん、そちらは取れなさそうですか。全然取れなかったですね。、うん、でもそういうので結構リモートっていうのは確かに増えた。増えましたね。私もファンの方々とサイン会が普通に行われてたんですけど、うん、まあ、会えなかった時はリモートズームでこう5分間お話とかやってました ね。で、なんかその10分前からファンの方って待機しなきゃいけないんですよ、うん、あ、ここファンの人はちゃんと聞いといた方がいいかもしれない。でも私はまギリ3分前とかに入るんですけど、うん、私結構10分前とかに待機してて、うん、私はちゃんとシャットダウンするんですよ、自分の顔も声も、うん、でもあちらは見えるじゃないですか。そう、みんなこうそわそわしてるんですよ。そうするとかわいい、あと1分で会えるぞとかいう言葉とか、なんか緊張してきたなっていう声とか、ファンの人気をつけて気をつけて。それをあーちゃんは見たくて楽しんでるぞ。楽しんでるぞこの子は。すごい可愛いなっていう、おなんか一面、あのその方のお家の風景背景とか、あ、家でそっかやるからこういうソファーに座ってらっしゃるんだなとか、ちょっと見られてるよ。そう、いや、でものんちゃんちも分かった、あのズームでうん、ここの M ウェーブも会議とかしてたじゃないですか。そうするとのんちゃんちもやっぱソファーで前でやってるとこ見たから見られてた。そう、なんかあ、のんちゃんちってこんな感じなんだみたいな。結構リモートそういうのあるんじゃないですか。そう、ちゃんとねこう背景とか気にしなきゃいけないのが結構大変だった。確かに、メールお願いします。はい、続きまして、酒太郎さん。お酒ちゃん、さとしさん、お餅作ってる、頑張ってね。だってさとしさん作ってるよ今。はい、そして酒ちゃん、今日は正月の予行練習か、褒めて使わす、うん、そして競輪選手の新番組、さすが、お自らのお婿さん探し番組作るとは、めざきちゃん褒めて使わす。いやいやいや違うから、競輪選手との番組だからね。結婚したくて作ってるんじゃないですもん。違うよ。それに比べ孤独死協会の会長、え、今年も会長の立場を守り、異性とのソーシャルディスタンス守り、えらい、褒めて使わす。ご両親がたくさんのお孫さんと化粧寺公園に行けるのはいつになるのか、正月になればかな。だって余生が賑やかです。余生と余生をかけてます。分かったかな。分かんねえだろうな。分かりたくないです。いや、まず言いたいのは、うん、その婿さん番組は婿さん探しをしているわけではない。月曜日と木曜日は婿さん話、そうそう、向こうさん、そう探してはない、で今月も違うな、違うから違うから。次の男性行こうかなじゃないよね。選手の魅力を発掘する番組ですから。そうですよね、酒ちゃん間違ってるんでね。間違いないで、褒められませんよここ間違ってたら。あ、そうだよ酒ちゃん、じゃあ今日は競輪選手が一番になる競輪グランプリが今日平塚競輪場で開催されてますので、
私はね昨日一昨日と、うん、オンタイムで見逃してますので今日はちゃんと今日はちゃんと見逃さずに、うん、今年の競輪選手ナンバーワンは誰かを見定めてその人にアタックしたいと思います。じゃ違うからするんかーいアタックするんかーいそんないろいろと褒めて使わす。そうだね。さけちゃんからのメールでした。はい、さけちゃんありがとうございました。まあ来年もね孤独死協会の会長として、まあ、皆さんを引っ張っていきたいと思います。随時メンバー募集しておりますので、よろしくお願いします。入ってく。そう、目崎さん入ってますからね。え、嘘。社員ですよ。孤独死協会の社員。やだ。孤独死協会の平社員ってこと。そうです。やだ。やだ。最後まで残りそう。確かに。それ目崎いたのって言われる存在になってるじゃんもう。ラジオネーム不当著塾講師さん。皆様おはからです。おはから100キロあった体重も91キロまで落とせました。褒めて、そして便座を交換してもらったのですがサイズが小さくて年明けに再度交換してもらうことになりました。え、サイズってあるんだ。そうなんですね。どういうことでしょうか。疑問が残る。本当、待って、残り25秒でこの疑問を残さないでください太っちょさん。サイズあるんだね。まさか子供と大人だけかと思ってたわ。間違って子供サイズ買っちゃったんかな。それはさすがに小さいわ。確かに。いやでもね、あのこの後もどんどん体調としてって健康的な体で来年を迎えましょう。マイナス9キロ褒める。褒める、よくやりましたよ。さあというわけでまた40分台でお会いしましょう。47分を回ろうとしています。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、今年最初で最後の火災件数を言い終わりました。安堵しております。目崎のぞみです。よかった、お仕事お疲れ様です。はい、3回無事に終わりました。よかったね。目崎さんお疲れ様です。ありがとうございました。さあ失礼します。大丈夫かめっちゃアッシーさんみたいなことやんないでください。じゃあ残りも引き続きお願いします。呼びますよ、のっし。なんでやばいやばいのっしやばい。はい、今日はさとしさんがお持ちでね、お忙しいということなので。お忙しいのでお忙しいんですよ。なのでのんちゃんがね来てくれました。今日は女子からお送りしております。よろしくお願いします。はい、ラジオネームイーさんからですね、はい、今日は女子2人トークで違う番組みたいですねって言ってます。そうなんだ。お計らですよ。観覧の皆さん、ちょっと違う番組みたいですか。あ、やっぱそうなんだ。なんかいいんですかこれは。悪いでしょうか。ちょっとあれですが。ちょっとなんかどうなんでしょうか。で、年末で休んでる方が多い中、放送ありがとうございます。今日のテーマで褒めてあげたいですといただきました。いいぞー。ありがとう。まだ家の片付けが終わってなくて、私今お父さんに怒られてる最中なんです。26歳怒られるっていう。今日ぐらいはね、はい、褒めてもらっていい気持ちになりましょう、はい、そうね。もう伊さんいつもありがとうございます。伊さんもね本当にお仕事がお忙しい中、うん、メールくださり本当にありがとうございます。本当です、ありがとうございます、ね、褒めます。あとはラジオネームね、ひーくんさんからいただいております。はい、今日のテーマが褒めるというテーマなんですけど、今年はキャベツ畑でのまさに畑違いの仕事を経験してきました。うん、最後まで勤め上げることができるのか不安もありましたが、楽しく仕事ができとても貴重な経験をすることができました。目崎さんもあーちゃんも年末まで楽しい放送ありがとうございますと来ています。こちらこそありがとうございます。いや、もうひーくんさんはあのコロナで、うん、あのおつまごいのキャベツ農家さんのね、うん、実習生がやっぱり海外の方が来れなくなっちゃったので、うん、募集ボランティアかけてたので、それに行ったってことですもんね、うん、すごい。本当ですよ、スパルシーズ。スパルシーズ。そうですね、だからほら、ね、もうあれも当たったし、ステッカーもね。そうだった、うん、ステッカーも当たって、やっぱ行いがいいと当たるんですね。見てる人は見てるってことですね。本当ですね、はい、ひーくんさん私も
目崎さん見てるよ。目崎さんがいるから番組がなってるんだからね。本当に心かけます。そしてひくんさんもありがとう。ありがとう。そしてどうぞ。じゃあ行きましょう。はい、トゥーパンプスさんです。お、はい、何歳になっても人から褒められるのは嬉しいですね。毎年厳しい指導をされている定期健診ですが、今年は美しい保健師さんから褒められました。血液検査で総コレステロールと中性脂肪が飛躍的に改善されていて、胃カメラの結果も全く問題がありませんでした。素晴らしい。美しい保健師さんからどんなことをしたのと聞かれるほど、考えられる理由は、キャベツを毎日食べ続けること。そうなんだ。あーちゃんの歌う群馬のキャベツはナンバーワンの歌詞の中にあるキャベツの健康効果に注目し、コンビニのカットキャベツを毎日の食事に取り入れ、またね、袋からすぐに食べられるから便利で、カットキャベツにムードレをかけハイボールを飲むのが毎晩の習慣となり、めっちゃ喜んでる。そしてまた美しい保健師さんから、この美しい重要みたいで褒められて、美しい3回目改めてキャベツの健康効果を実感しています。群馬のキャベツは体によくって、うーんと運命さね。こんだけキャベツのことを話してくださいましたが、どうしても美しい保健師さん出てきちゃいますけど、そっちが気になっちゃう。でも重要らしいんで、ね、ですね。あの、落とさずに読ませていただきました。重要なことは3回言わなきゃいけないですからね。ラジオネームマルシオさんからです。あっという間の1年でした。褒めてほしいのは高校生の息子です。バレーボール部に所属して念願の全国大会に出場が決まりました。ベンチ入りを果たしました。すごい頑張ってるので褒めてあげてください。あと自分も昨日で101日錬金なので褒めてください。いや、ちょっとこれ褒めるっていうよりも、そのなんだろう、こういや休んだ方がいいよじゃないって待ってください、皆さん聞いてください。10錬金とか聞くじゃないですか。11錬金とか。101錬金ってそれは、あのー、でも褒めましょう。はい、あの、自分でお仕事されてる方なのでね。あ、そっか、すごいな。いや、でも本当にこの中お仕事があること、101連勤できる。いや、でも待って、休んでください。休んでください。101匹ワンちゃんを見てください。そしてほっこりしますので、心を休めてください。お願いします、はい、いや、でも息子さんもすごいですね。素晴らしい。本当にでも何かにね、こう熱中できる年ってこの今で、それがすごく大人になってから経験にね、なりますもんね。あのね、今年頑張ったことって本当に生きると思います、今後の自分の人生の中に、なんか本当特別だったなって本当に思うので、今年こんな中でもこれ頑張れたなって思うことは、やっぱりこう褒めてほしいっていうこととして、やっぱ残しておきたいですね。いいテーマですね、今日は。先ほどでも褒めるよ。さあ、続いてラジオネームドビンチョビンハゲチョビンさんからですね。はい、あーちゃん、あ、のぞみだ、のぞみ、皆様おはようございます。ほら、やっぱびっくりしてるでしょ。今日初めて言ったから。今年はタイムリミットに向けて走り抜けたことが多かったです。下半期は仕事も忙しくなり、時間のやりくりをして、様々なことを並行して頑張りました。ねえねえ、すごいでしょ。ババアで忘れっぽくなってきてるのに、よくこなしてきたってね。自分でも褒めたいけど、二人にも褒めて、褒めて、褒めて、ヤラピク。では良い一日を。かわいい。今日限り、今日ばかりは褒めましょう。褒めましょう。チョビンさん、よしよし。よしよし。よしよしだね、もう。よしよし。だって、チョビンさんは本当に家族もいて、お母さんで、ね、今中学生っていう娘ちゃんもいて、多分難しい、多分年頃だったりとかするのね、多分戦いとかもあると思うね。旦那さんもいて、反抗期にね、そのうちなるしね、そうだよ。でお仕事、もう大変で、すごいですよね、やっぱお母さんって。ほんとチョビンさんはね、ほんと12月に入っても半袖で仕事してたから、ね、書いてあった、書いてあった。季節を忘れちゃうぐらい忙しいから、パワフルだから。いや、ほんといつも明るいね。あの、メールありがとうございます、チョビンさん。いつもお疲れ様です。そして、はい、キングヤスさんです。おい、大したことではないかもしれませんが、風邪一つひかず健康でしっかりと1年働いたこと、通勤距離が車で片道50キロみたいですよ。でもお墓を聞いている時は、眠気もどこかに行って、1日の活力をもらって頑張れているからだと思います、すごい。朝早く家を出てもこのお墓のおかげで50キロですよ、片道。どこからどこまで行ってんだろう。すごいな、50キロ。ここからだって大田桐生あたりの往復ですよ。そうですよね、50キロって。
いやそれだけでも本当事故なく行けることに。本当ですね、はい、いや素晴らしい。褒めまくりましょうね。その中にお墓を入れてもらってることがもう本当にありがたいです。うん、ラジオネームあレディーババちゃんからいただいております。おはようございます。おはようございます。ババちゃん今年も毎週土曜日午後の約5時間をコセンちゃんのエンドレストークと交互に渡り合ってなんなら圧倒し続け喋り続けた体力を褒めて継続は力なりドスコイ。なんかコセンちゃんの止まらないトークに付き合ったババちゃん素晴らしい。ババちゃんしかできないできない。途中で諦める。そう私も途中で何その話ってなって、コセンちゃん自体も諦めてくるからもう私たちがわからないから。レディーババちゃん5時間も付き合うのは本当にすごい。いやー本当にすごい。ババちゃん好きだなねえ。いや私たちの話も聞いていただきたい。でも聞き上手な女性ですから、うん、本当に尊敬しますよね。いいですよ。すごい多分ずっとモテてきた女性なんだろうなって思います。だって聞き上手はモテ上手、モテ上手っていうかモテるっていうじゃないですか。そうだね。ね確かに聞き上手じゃないな。ちょっとね私たちは反省だ。反省ですね。私たちってタッチ、私たち含めるんですか。あれどうぞ。深谷から来ました。はいはい、昨日はいつも飲んでいるお酒を飲まなかった。えらい。夜は出かけて疲れてすぐに寝てしまいました。一日でもお酒を抜いた自分はすごい、うん、ちょっとだけ褒めましょう。あじゃあちょっとだけ褒めましょう。高崎のパパさんです。サラリーマン生活36年のパパですが、今年は所定の休日およびあらかじめに予定をしていた有給以外は会社を休まず出勤しました。そして毎日お墓をリアルタイムで聞くことができました。ねえのんちゃん、あーちょん、パパって偉い。褒めて。偉い。偉いよ。本当にいつも聞いてくれてありがとう。じゃあ最後アレルヤさんから、はい、私行きます、はい、スーパーのレジに並んでいたら横入りされている人がいたんですって、うん、でなんだかんだその方に声をかけてこう文句を言われながらも後ろに並び直させた、うん、内心はビビってたんだけどその方にお礼を言われて役に立ててよかったなと自分の勇気を褒めてあげました。これね本当トラブルの元ですから。そうだね、うまくやったんじゃないですかね。ハワイのママちゃん、小さい子大好きたっちゃんさん、今たくさんも本当にありがとうございます。ありがとうございました。そして最後ひまじん太郎さんからです。はい、わーい、めざきちゃんがいるよと。女子2人のお宝ってことはソージャカラーの横演習ですかといただいております。そうなんですよ。そうなんです。その話お願いします。そう、1月1日の午後2時から今年もソージャ神社で、はい、ソージャ神社カラーやります。やります。そして今年はあーちゃんと私で、イエイ、女子で2人で、初めて女子でやりますね、うん、やっていきたいと思いますので、はい、ただ今年はねこういった感染症のこともありますので、うん、お参りで大きくこう見に来てくださいとは言えないんですけど、はい、ラジオから楽しんでいただければと思いますので、はい、ぜひ皆さんにはラジオから初詣を一緒にしていきたいと思います。おみくじも引こうね。引きましょうね。タイみくじ引きたいなということで。はい、太郎さんメールありがとうございました。のんちゃんのことねかなり褒めてるので、やった、はい、いろいろと初めてのことだらけで偉かったですねってメールが来ておりますが、さあそんなのんちゃん今年1年、はい、振り返っていかがでしたか。うん、いや今年はね本当にいろんなことがあって、うん、でも仕事は本当変わらず、ラジオから皆さんにやっぱり情報を届けするっていうのがでもすごく難しかったなって思います。でも私これ褒めるにも通ずるんですけど、うん、ちょっとね SNS を今年は私実はあんまり得意じゃなかったんですけど、うんうん、今年はちょっとだけ更新頑張れたかなって。いやすごい頑張ってましたよ。のんちゃんがあったからこそMWAVEの SNS が盛り上がってますから。でもねまたいろんなねこともやっていきたいと思いますので、はい、お願いします。また来年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは本日の担当私ソフィー彩香と目崎のぞみでした。女子からでお送りします。